メシトビ Season 4今回のメシトビはガチデイマータタバサイハカダテカイワイ14です。それでは早速 Let's get it started。 1. ガリオカークシュンカー。視聴者さんのおしまいに初見山、大好きなカンタロウハンもすっかり最近タコになってしまってね。そうなのよね、全てが値上がりしてるから仕方ないのかもしれないけど、なかなか気軽に行けない値段になっちゃったね、回転寿司全体的に。確かにね。でも手握りで頑張ってるいいお寿司屋さんも道内にはちょいちょいあるからさ、そういうお店が函館にあってほしいね。函館海鮮安くて美味しいイメージで道外から来る人たち多いからね。そうね、せっかく函館来たらね、美味しいものを安く食べていってほしいんだ。道外からの方々には特に松部や甘エビがおすすめだね。甘エビが道外だと驚くほど高く、粒はあまり美味しくないんだよね。こんなに違うと。でも北海道もどんどん高くなる。全く世知辛い世の中ですわ。イカが回転寿司で300円超えてきてるからね。視聴者さんの言う通り、春夏さんはいいかもね。2. 朝市イカテイタビジー。コリッコリのイカが食べたくて、久々にこれやっちゃいました。やっぱり美味しいね。そうでしょ、うん、締めて時間を置いて白くなったイカの方が甘みがあるから好きって人もいるけど、オイラはこの透き通ったイカが好きだね。私もこれ食べたら白いイカには戻れないかも。イケスイカだからこれはどこでもお金さえ出せば食べれるけどね。そうだね、東京でも横浜でも4000円弱ぐらいで食べれるんじゃないかな。今回は多分最高値くらい2800円ってすごいね。イカ取れないんだね。7、8年前まで1500円ぐらいだったんだけどね。朝市のイカ釣りなら多分今でも1000円台でいけるんちゃうかな。釣りっちゅうか引っ掛けるだけだけどね。あれしっこりっこりのイカは好き嫌いがあるかもしれないけど、一度は食べてみてみてだ。 3. サターナミツワショックドー。函館じゃないし、函館界隈ってのはいささか強引な気がするけど。そうなんだけどね、視聴者さんからタレコミあったから休校したんだよね。札幌人の感覚的にはセタナも東南エリアってことでいいんじゃね。セタナってなかなか来ないもんな。いいとこなんだけどね。そうね、私も人生2度目かな。なかなかのナイスカレーしたね。ハーフにしてよかった。結構ドロッとしたカレーは腹膨れるからね。エビフライカレーも一周ございました。ちょっと人生のベテランである私たちにはヘビーかな。そうだね、あと30話かけりゃな。でも入れ替わり立ち替わり大人気の昭和食堂だったね。ねえ、そしてまさかの八千枚事件発生。せっかく瀬田が来たのにまさかのイワシュー買い忘れるし。ああ大失敗だぜ。なんでやろ、名物のイワシュー楽しみにしてたのにまさかのスルー。カツカレー食ってうっかりおしゃまめに向かっちゃったもんね。カツカレーのことしか考えてないからね。そうなのさ。 4. エサシゴカテヤーホンポ。ちょいちょい来てますゴカテ屋さん。今回は防洋館ではなく2023年10月24日マツコの知らない世界旬を食す秋の和菓子の世界で紹介されました。ドライイチジクの中にゴカテヤ羊羹を詰めましたちゅうのをいただきに参上でございます。何やら高島屋の和菓子バイヤーさん一押しとのことでね。そりゃいただかないわけにはまいりません。高級羊羹いただきました。そもそもイチジク好きなんでね、これはおつでございますね。秒でなくなっちゃったけれども、もっと味わって食べてくださいな。1個468円も済んだから。え、そんなすんのこれ。うん、ガモの天ぷらぶっかけより高い。比べないのそういうのと。博多屋のラーメンより。だから比べないのそういうのと。 5. ハカダテブーンブクチャガーマ。実はここ何気にお気りになるのね。ここ何気にお気に入りなのよね。初めて紹介するけど。そうなんです、ここで食べるのはいつもこの食べ合わせ。はい、
ベトナムラーメン&チャーハンね。ここのチャーハンはオイラ大好きなんです。ちょっと塩気がきついんだけど、それが癖なのよね。そうなんだ、不思議チャーハン、これ味付け塩だけみたいな印象。しかも分かんないけど煽りながら塩入れるでしょ、普通チャーハンって。うん、これ火止めた後に塩混ぜてるような味なんだよね。わかる、出来上がってから塩振ってんのみたいなね。でしょう、うん、これがシャープでいいんだよな。やっぱ天才的一族なのかもね。ワン一族恐るべし。ワン一族ってまさか。そうらしいわよ、知らんけど。確かラッピがまさしさんで、バーの煙が目にしみるが直道さん、それでここが立雄さんだったっけな。それはジャンボ三兄弟だろ、そういう比喩なの。あれ6ハシダーテヤチグシラオンセン。1953年開業、70年もの間函館市民に愛され続けるこちら、朝6時からやってて嬉しい巨大な温泉施設。でかいですね。なんと洗い場の数数えたらね、80人分以上ありました。女湯は知らんけど、女湯もそれくらいあるかも。でっかいよね、温泉旅館の大浴場だとしてもかなりでかけめな感じ。かなりデカめな感じ。創業時から最近までは市営だったそうなんだけれどもね、10年ぐらい前にリニューアルして民営化されたんだそう。いいわよね、ここ古いけど歴史を感じるっていうか。なんちゅっても朝6時からサウナがごちそうになれるのが嬉しい。そうそう、そして飯旅史上最強の水風呂ね。やばいね、冬場初めて入ったけど水風呂やばすぎじゃね。10度ないんじゃないかな、引っ張ってないとギューってめり込んじゃいそうなやつ。ね、やばって思った。10秒も入ってらんないから、もしやシングルと思っておばちゃんに聞いたの。したっけ、なんとシングルもドシングル、片手よ片手、 4.7 度だって。マジで、そりゃあきついわ。誰も水風呂入ってないもんね、ちゅうか入ってもみんな10秒も入れないから、めちゃめちゃ水風呂空いてんだ。いいわ、整う。ねえ、そして460円でしょ、うん、めっちゃ近所に住みたい。ほんと最強ね。ねえ7アソブ道の駅アソブバッポ大好きメイクインの里アサブ。そうなんです、こちらアサブはメイクイン発祥の地なんです。ありがとうです。ほんとじゃがいも好きなのよね、このおっさんは。そうなんだよ、初対面の人に自己紹介するときはじゃがいもが好きですっていうことにしてるんだよね。カツカレーが好きです、じゃあ恥ずかしいからね。じゃがいももあんま変わんない気するけどね。そうかな、あれだよ、メイクインはイギリス生まれでエリザベス一世が後押しして広めたじゃがいもなんだね。それでクイーン。なんでもヨーロッパで行われていた5月のお祭りで村娘の中から選ばれる女王メイクインにちなんだものなんだそうだよ。なるほど、5月の女王メイクインね。あら、ああそれでクイーンのギタリストはブライアン・メイなのね。それは違うと思う、さすがメイクイン王国アッサブですね。こちらのコロッケが美味しいんです。まあメイクインで作るんで美味しいに決まってるんですけどね。本当美味しいよね、このコロッケ。ここを通過する際は必ずこのコロッケだね。海岸線をずっと走ると見逃しちゃうので気をつけてね。ね、ちょっとうちが入ってんだよね、この道の駅。はい。8. Hakodate. Today's Katsu Curry. Yoshidaya Shiten.ただいま北海道ってことで真っ先に向かったのはフェリーを降りて9分で到着のこちら。視聴者さんのタレコミでやってまいりましたよ。美味しいカレーがあると聞きゃどこへでもですからね。夕刻の閉店間際一人パイセンがいらしてましたが、パイセンのオーダーもカツカレー。あら、それは高まる期待ね。あの一応ここ蕎麦屋さんなんですけどね。はい、これです。意外と蕎麦屋らしくない日本のルーカレー、濃いめのドロッと甘めのカレーですね。安心するやつ、もうちょい蕎麦屋っぽい醤油っぽいやつが希望だったんですが、これはこれで美味しい。やっ
ぱりお子様向けにこういうカレーにしてるお店がほとんどね。そうだね、辛いカレーが好きなオイラは七味を大量投入していただきました。ところで支店ってなってるけど本店ってどこなの？見たことないわね。そうなんだよ、聞いたらね本店はもうないんですってことでした。柏木町にあったらしいんですけども。へー、珍しいパターンのね、本店畳ってだね。9. Yunokawa Yaki Dango Gingetsu。こちらも視聴者さんからの情報ね。1966年創業の函館では知らない人がいないほどの有名なお団子屋さん。50年以上函館市民に親しまれている和菓子屋さんよ。はい、焼き団子って珍しいですよね。ね、あん、きな粉、醤油、ごま、4種類のお団子。焼き団子は生菓子ですので賞味期限は当日とのことと賞味期限は当日とのこと。日持ちしないので一気にいただきましたよ。結構もちって感じのしっかりとした歯ごたえの注意な餅にし、注意カリ甘い昔ながらのお団子屋みたらし。焼きの入っている部分が香ばしくていいですね。きな粉いいっすね。私はごま。 10. Ishikawa Chicho Pastic Cho。美味しいシュークリームを探していたら知らないケーキ屋さんを見っけ。具志堅さんがつけたみたいな店の名前だね。チュッチュパスチュッチュねーってすごい可愛いお店でしたね。並んでるケーキも美味しそうだ。なのになぜお目当てのシュークリームはまさかの廃盤に。チーン、なんか最近こういうの多いな。シュークリームって流行んないのかな。そうだね、まだ2軒目だけどやめちゃうお店がちょいちょいあるね、うん、いやミルフィーめっちゃ美味しそうだったんだけどバレンタインにチョコ食べ過ぎちゃってさ、ちょっと甘いのは控えてるんだよねはい、タルトゥーフォとイチジクバターサンドをいただきました。イチジクバターサンドがめっちゃタイプ、普通のバターサンドよりもあっさりしとるよこれ。まあまあなサイズでボリュームあったけどね。でも軽いしくどくないからこのサイズでもペロリンチョ。タルトゥーフォはイタリア語でタルトゥーフォはイタリア語でトリュフのことなんだって。タルトゥーフォ、オレンジピールにナッツがゴロゴロとコーヒー風味のフレークといろんな食感が楽しめる大人トリュフチョコだね。オイラにぴったりのチョコだね。ありがとうバレンタイン。そういうわけじゃないんだけどね、まあいいか11. Honcho Daikokuya。私たち大好きジンギスカンのお店大黒屋さん。旭川本店は幾度となく通っておりますが、なんと函館にもお店ができたってんでね、もちろんいただきに参りました。本店同様焼き方のレクチャー、野菜のおかわりもありで超強火で焼く臭みのない肩ロース。やっぱジンギスカンは大黒屋さん安定の美味しさですね。大黒屋さん東京にもお店できたのよね。そうなんだよね、すごいね、東京でも大黒屋が食べれるなんてね。え、東京の人にとっては夢だね。だ12 Horai Ganso Indo Curry Koike。 おじさん大好き小池さん。はい、日本屈指の大好きカレーなんですが、これ5年ぶりぐらいにお邪魔したんですがね、あらちょっとちょっと今までと感じが違うなっていう初めての感覚。ちょっと様子がおかしいぞっていうことでね、たまたまなのかなと思いますんで次回にまた期待です。はい、 13. Yayoi Angelique Voyage。 賞味期限30分のクレープで有名なアンジェリックボヤージュさん、いつも行列のお店ですね。人気ナンバーワンのいちごミルフィーユが超絶に美味しいんです。これはアメージング、ミルフィーユ好きにはたまらない一品でございます。モチフはサクサクが一気に口の中に押し寄せてくんの。これはスイーツの函館代表じゃないですかね。え、思い出しよだれが半端ねえす。なんと資金ゼロから年商1億へと上り詰めたアンジェリック・ボヤージさんのサクセスストーリーが本になっています。本？本当？はい、興味のある方は概要欄からどうぞ。14. Gurio Kaku Lucky Piero。 やっぱすごいわよねラッピって。ねえ、
今回ほうぼうのご当地バーガー結構食べ歩いて改めて再確認しましたね。やっぱラッピアすごいなと。そうね、美味しいお店はちょいちょいあるんだけど、こんな値段でこんなバリューのハンバーガー出してんのはここしかないわね。まったくだ。最強のご当地バーガーはラッキーピエロってことでよろしくどうぞ。佐世保も美味しいし、淡路島も宮崎にも素敵なバーガー屋さんはあるけど、バーガー大概1000円オーバーだもんね。ギャラなんもないし。それ重要？重要。でも今回はラッキーピエロのオムライスを食べようと思ってきたのに、ご飯終了しましたって言われちゃった。残念。バーガーも安くて美味しいんだけど、私はこのオムライスが好きなのよね。わかる。爆量で食べきれないんだけれどさ。そう、2人で1つで十分じゃない？ああ、2人で1個食べても腹パンになるね。それで600円ぐらいでしょこれ。うん、安い。強烈だわラッピは。不滅ね。いろいろ函館あるけど最強はラッピかな。コストパフォーマンスレシオは最強ね。次回のメシ旅はガチでまた食べたい札幌カツカリ選手権です。お楽しみに。 See you soon。 イカですよ、イカ。函館といやイカ。イカですか。美味しいイカが食べれると思って函館に来るんだ。なかなかないんだよね。子供の頃からほら、うちは父が餌師で、うん、餌師行くと大概毎朝イカ刺しなんですよ。あ、食卓に、うん、毎朝必ず同じ献立ってイカ刺しとアワビ。贅沢。ねえ。誰もアワビ手つけないんだぜ。みんなイカばっかり食って。頭おかしいんじゃない？大丈夫？イカが美味しいの、このコリッコリの朝どれのやつをさ、うん、それをガキの頃から食ってるもんだから、定食屋さんとかで出てくるやつって白くてむにょっとしたイカが来るじゃんか。いや、だいたいそうでない、うんうん、それがちょっと納得いかなくてね、やっぱり。なんでだろうかな。そうね、函館の人も言うよね、そうやって、うん、まあそのね、白くなって甘みが、柔らかくなった方が甘みが出てきて好きっていう人もいるけども、うん、まあコリッコリのやつを食べちゃうとおじさんの言わんとすることも分かる。コリッコリのやつうまいよね。いや、ハマ寿司すごかった。ノドグロ100円ですよ。ねえ、110円。そう、コマーシャルでやってたからついすかさず行ったよ、ね、ついつい行っちゃった。ちょっと微妙だけど、うん、そんなに悪くはないかな、うん、ま、これがノドグロだと思わないでくださいっていう感じだね、うん、そうだね。炙りなのに冷めてるからちょっと妙な感じ。これは何ですか。炙って保管してあるんで、あれね。ちょっとね、炙ってからパッキングしてるんだよね、あれね。思わず触ってしまいました、うん、あれ冷めちゃったと思って、うん、もう一回頼んだっけ。あれ冷たい。出来たても冷たかった。いやでもね、のどくろ風ではあるけど、うんうん、まあ、ちょっと違うかな。そうだ、そう。でも100円って考えられない。今産地でもね、上がっちゃって結構、うん、いいお値段してたよね。そうだね、2貫で500円以下じゃ食えなくなってるもんな、うん、700、800円してきてるもんね。本当、はま寿司の時代来たんじゃないですかね。グルメ回転寿司全盛だったんだけれども、最近ちょっと値上がりがえげつなくてね。そうですね、ちょっと手出なくなってきますよね、気軽には。本当に何だろう、ご褒美的な感じ、うん、ていうかこの値段出すんだったら、まあ、まあ、ちょっといい寿司三昧の方がいいかなとかね。中井組、うん、それか本当回んない寿司行った方がいいっていうぐらいの値段になっちゃってて、うん、なってきちゃったね。それで海苔が下手とかしたのが出てきたらさ、がっかりすんじゃんか。する、うん、なんであえてこれはま寿司の方がいいんじゃないかっていうね、うん、まあ、はま寿司の場合は店舗によってすごくこう浮き沈みがあるんでね、ばら、うん、つきもありますが、うん、我々 の, 分析によると市場店が、うん、最近かなりイケてるんじゃないかって。そうだね、うん、皆さんもお近くのはま寿司はいかがでございましょうか。おすすめはま寿司店あります。ひどいとこ行くとネタが全部転がり落ちて。そうだ、ね、出てきたりするからね。ガタンガタンガタンっつって。ちゃんとやってんのかこれっていう、こう見て笑っちゃうようなのがいっぱい出てくるよね。って一生懸命乗せた感じが、うん、早いよね。
早い。グルメ回転寿司って言ってもさ、前は100円じゃないにしてもエビが200円だったり、マグロ赤身が300円だったりとかさ、うん、イクラが300円だったりとかさ、うん、ある程度バンバン手を出しやすい金額だったけど、最近だったらもうイクラ600円とか700円とか、そうそう、エビが400円とかしちゃってたりするから、うん、じゃあいいかってなっちゃうね。ってなるよねすごいサイドメニュー見ちゃう。もう回転寿司なんか来れないな、気軽に。ってはま寿司行ったっけ、うん、あれあれいくら150円、ウニ150円、ね、えのどぐろ100円みたいな。ちょっとね CM に踊らされていってしまいました。でもいいよ、あれだよ、天ぷらとかさ、エビ天とか2貫で100円だからね、あれね、イカ天とか、ね、ちゃんと揚げたてのサクサクのやつ来てさ、うん、あったかい。ただ、うん、あのサラダ系は手出し無用です、ね、サラダ系はって聞く。サラダ系は値段そんな変わんない、ね、グルメ回転寿司もはま寿司も、うん、そうだね、100円ぐらい、はいはい、うん、なんでこんなにしょぼいのかなっていうぐらいしょぼい、ね、はま寿司も。 そこあんまり、ね、海苔はちゃんとパリパリのできますけど、パリパリあんま重視してない。具がね、あれ寂しい感じ。もうちょっとやってくれたらもう大絶賛なんですけど ね本当だ。でも十分満足。意外とあれだよね、肉系とかも結構いけるよね。おじさん好きだよね。ローストビーフもカモも、カモロース、うん、100円だぜ。150円か、うん、いや150円でも安すぎる、うん、ちょっとはま寿司率高くなりそうですね本当だね、男気はま寿司になる。今度はくら寿司 VS はま寿司みたいな、ちょっといいね、分析してみたいですね。行ってみよう。ちょっとグルメ回転寿司はなかなか足が向かなくなりそうです。そうね、やっぱり値段とネタの状態とか、地方に温めてあるお気に入りの回転寿司がどうなってるかを偵察に行くのが楽しみですね、はい、北見、内野路、北広島、はい、楽しみ。とりあえず北広から攻めようか。一回エスコンに試合見たいね。見たいね、うん、今年は、はい、新庄かな。